お店のジェームスさんの方に、のことについて伺いたいんですけれども、はい。お店をやられていて、特に印象的なエピソード。印象的なエピソード。でもなんかまあ、なめだるまにしかり、シエダさんにしかり、まあ、今こう、一線で売れてるアーティストもそうなんですけど、まあ、俺がこう、影響されてリスペクトされしてる日本のアーティストっていうのも、まあ、スカーズのミサだったりとかするんですけど、とか近くにハイディさんっていう昔 R&B シンガーでいた、とかもう自分が本当10代の時よく聴いてたアーティストもこう来てくれたりとか、っていうエピソードですかね。こうやっぱアーティストがいろいろ来てくれるっていうのは、もう本当ヒップホップに食わされてる感じがすげえするんで、ジェームスは。まあ地元の人間もそうなんですけど、こう外に対しての、こうジェームスっていう名前を広げてくれてるのは、結構こう来てくれてるアーティストのネーミングを借りてる感じはすげえするんで、マジでありがたいっすね。もうナメダルに関しては一番来てくれてんじゃねえかなっていうぐらい。じゃあ、ジェームスさんの常連になれば、なめだるまのメンバーにも会えるかもしれないということですそうね。ですね。あと、まあ、ニート東京的に起きたことで、ここ1年っていうのは爆発っすね。爆発？はい、目の前で、まあ、手見たらまだ残ってるんですけど、前回なかった、目の前で、家庭用のガスボンベ、あるじゃないですか。今回の。あれが目の前で、まあ、熱で、バーンって破裂して、もう顔面もなんか翌日アンパンマンぐらいってて、顔面も治んねえんじゃねえかってぐらいになってたんですけど、まあ治ってよかったんですけどね。っていうことがあったんですよ。ちょうど1年前ですね。